ひなチャンネル。今回はもう一本7話感想会ね。あんたが推してる姫の先輩の登場ね。ついに来たよ姫さん。美人で強くてかっこいい。あんたがロリキャラ以外で推すなんて珍しいよね。どうしたのさ。この作品はうちが好きそうなロリキャラおらんやん。そんだけよ。聞かなきゃよかったわ。本編の感想に入るな。今回から原作4巻へと突入し、25話灯火から始まったな。まずは霞ヶ丘高校との合同練習だ。前回ではまとめるためかカットされていたけど、ここは青西と霞ヶ丘が関わる重要なエピソードだし、しっかり入ってきたな。どこが重要なん？あっさり終わったじゃないの。まず緑子と道ちゃんのやりとりやね。奥襟取って有利な状態なのに投げられ、どうするのか教わってたよな。これが今後の道ちゃんの必殺技の一つになるんだな。あと秘密兵器のことを気にしていた亜美さんだ。そういや姫野さんの中学の友達みたいね。そうなんだよ。中学時代の友達がさ、もう一度柔道を始めたら嬉しいやん。しかも次の大会で試合ができる可能性が出てくるとか。好敵手と書いてライバルと読むしかないよな。私のライバルはアタルだったわ。ラムちゃん争奪ってことか。そいでアーミン先輩も夏まで続けること伝えてさ、柔道を再開してもらいたいのがよくわかるよな。そこから姫野先輩とアーミン先輩とのやりとり、原作では LINE でのやりとりになってたけど、アーミン先輩から電話がかかってきたな。自分の気持ちを直接伝えたかったのかな。お前も青春とやらを分かってきたじゃないか。大事なことは文字でなく直接言葉で伝えてこその説得力。今の時代は LINE でのやりとりが普通かもだけど、ここは気持ちを伝えることが分かって良い兄折りだったな。そして練習中、ついに姫野さん登場。なんだかんだで気になるのね。あんたが好きなツンデレじゃないの。自分の気持ちを確認しに来たんだよ。中学時代の友達が柔道を続けることになり、高校時代の恩師からもう一度と誘われ、最後に自分自身の柔道の気持ちを確かめるために見に来たんだよ。なんであんたが姫野先輩のことを分かってんの？国語が得意だったの？うちは理数系で文系は苦手だったな。そして練習を見ていると思い出す最後の試合、満足できた試合だったのか。そしてアーミンとの思い出す会話、綺麗な一本を決めたことによりもっと柔道を好きになっちゃったみたい。さらに後輩たちの練習を見ることにより自分自身も柔道が好きだったことを思い出し、もう一度始めたい気持ちになったんだよな。めちゃ語るじゃないの。姫野さんへの愛が伝わるわ。推しキャラだからな。そいで次から原作27話足音だ。思い出す過去、昔は先生と2人だけで繰り返したランドリだったのに、今は他に4人のチームメイトがいる。こんな環境に憧れ、今その瞬間を実感する。柔道部に戻ってきてよかった。この1コマに全てが込められてるよな。本当にそうなん？この後輩うぜなじゃないの。お前はこの表情を見てわからんのか。疲れの中に嬉しさが見える顔やん。だからお前は国語がオール1だったんだよ。私はずっと4だったわ。あんたと一緒にすんな。画面はファミレスに切り替わり、姫先輩の歓迎会になるな。ここで語られるのは先輩お約束の学校の抜け穴。わかる。先輩に身だしなみチェック日とか、先生の巡回ルートとか教えてもらってたわ。あいつらの攻略は学校生活を続けるために必要だよな。たまに抜き打ちあるけど、どこからか情報漏れるのよね。誰かがインサイダー取引してたんだよ。そんな難しい話じゃないでしょう。前髪パッツンウィッグが意外と似合うみちちゃん。この髪型の方がいいと思うのだが。それはあんたの好みよね。今まで頑張ってきた柔道をやめて暇になって始めたバイト、やっぱりどこかで物足りなかったんだろうな。そしてここで霞ヶ丘の話題が出てきて、アーミンと姫先輩が友達だったことを言ってるな。 LINE の返信はトップシークレットだ。これは認めたってことだよな。日本語に直すと最高級の秘密だもんね。アミ先輩も嬉しかったのかもね。以前は練習相手がおらず遠征を繰り返した日々、そして不完全燃焼で終わった最後の試合。でも今回は違う。4人の後輩であり仲間が一緒にいる。このメンバーで最後の大会に挑むことができる。ずっと一人だったんだもんね。好きなだけじゃ続けることはできないもん。仲間って大事だよな。同じ方向へ一緒に行ってくれる人がいるだけで気持ちは前向きになるよな。そして大会までの1ヶ月間練習やテストなどが進んでいったよな。通知表をもらった時、みちちゃんと姫野さんだけ出てきたけど、原作ではあまねさんと緑子も出てきてんだよな。あまねさんはぐちゃってたわね。緑子も表情から良くなかったっぽいわね。どんな成績だったか気になるわ。親に見せたくない程度の成績っぽいよな。そんなわけでついに次週から禁周期スタートだ。8話から最終回まで禁周期になるのかな。次週は夢の続き、原作28話道行きから始まるな。
大会は福岡だからなのかな。博多弁出てきたわね。その子は地元の子だから博多弁使うったい。なかなか強かよ。無理に博多弁使わんでもよかよ。あんたは九州離れて結構経ってるけん、そのうちボロが出てくるばい。豚骨ラーメン食べたい中毒はたまに出てくるけん、ラーメン屋探すけど近所に中とよ。ドギャンカした一体ね。だけん無理せんでよかて。九州弁使うと思い出すのに時間かかるわ。今回のエピソードは姫の先輩が柔道の気持ちを再確認し、楽しさを思い出したことに加え、一緒に進んでくれる仲間を確認した素敵な内容でした。次の大会で姫の先輩の見せ場があるのか、そのあたりも見どころの一つかな。ブランクあるから無理なんじゃね。姫先輩を推しキャラになった理由がそこにあるぞ。そしてエンディングだけど、前回からなぐもちゃんが柔道着着て走ったり、今回は姫の先輩が加わっていたりと、意外と細かい演出があったんだね。視聴者さんに教えてもらってたけどね。エンディング飛ばしちゃうのよ。そんなわけで今回のもう一本の感想はここまでです。来週は試合が始まり、一段と盛り上がってくれることを期待してます。それでは本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。少しでも良かったと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくね。